ジャニーズの話をしたいと思います。最近ですね、滝沢副社長が、ジャニーズ、そして、ジャニーズアイランドという子会社ですね、社長も辞めたということで、周りではですね、ジュリー社長ですね、折り合いが良くないんじゃないかと、滝沢さんがすごく、こう、ジャニーズジュニアのですね、育成にめちゃくちゃ力を入れてて、しかも結果を出してるということでですね、気に入らないんじゃないかと、そういったところで反りが合わなくて辞めたんじゃないか説っていうのは結構有力なわけですけれども、滝沢副社長が辞めるといった途端にですね、今度はキンプリですね、の3人が脱退をすると。キンプリだけはですね、ジャニーズジュニアの子たちが、歌とかダンスが上手い子たちが自らで結成したグループというふうに言われておりまして、彼らですね、いろんな有名な振付師だったりとかですね、自ら声をかけてですね、曲とかダンスとか振り付けを作ってもらったりとかして大活躍をしていると。そういったメンバーが辞めてしまうというのも大激震が走っている一つの理由なのかなと思ってます。日本の芸能事務所というのはですね、そもそもがマネジメントサイトの人たちが作ったケースがほとんどなんですね。つまりタレントさんが事務所を作るというよりは、裏方のマネージャーさんが作ってるケースが多いので、これどういう構造になっちゃうかっていうと、タレントさんに独立されちゃったら困っちゃうわけですよ。自分たちの、飯の種がなくなるわけですから困っちゃうわけですね。がっちりタレントをブロックして独立をしないような感じにガッチガチに固めるんですね。全部事務所が持っていっちゃうわけですよね。だからタレントさんとかもね、20代30代で活躍してるときはいいですけれども、その活躍してるときの、まあ、自分が出た作品とかそういったもののやつ全部事務所が握ってるわけですね。なので、まあ、50代60代になって体も動かなくなって人気もちょっと落ち始めて、それで稼ごうと思ったら昔のね、自分のライツで稼ぐしかないわけですけど、それ全部事務所が持ってっちゃってるわけですから、これやばいよねって最近だんだんみんなも気づき始めてきて、それでタレントさん最近独立するケースとかが増えてきてる。まあそれはそのレジェンド的な事務所の社長が亡くなったりとかですね、ジャニーさん亡くなってからもう歯が抜けるようにどんどん人材が、流出していってるっていう状況もあります。これからはね、やっぱ怖いじゃないですか。滝沢さんとかも、まあもともとタレントさんフロントマンなんで、ファンもいっぱいいるわけですよね。で、彼が活躍してマネージメントまでうまくやっちゃったら、もう自分たちの立つせないじゃんっていうのが、やっぱ危機感としては僕はすごく大きいと思うんですよね。なのでそうやってマネージメントサイド主導でこれまで進んできた日本の芸能界、これが大きく変革する、これ本当に転機になるんじゃないかなと思ってます。さらにですね、もう一つ事務所がタレントをグリップできてた、もう一つの大きな関係性って何かっていうと、テレビ局との関係なんですね。で、テレビ局っていうのはもう要は在京キー局5局しかないわけですよ。村社会なんですよね。要は事務所辞めたらテレビ出れないよってなったら、みんな事務所辞めれないじゃないですか。タレントさんみんなテレビ出たいから、ということで事務所から辞められないっていうこともあったんですけど、これがもう YouTube ね、 YouTuber だのですね、まあ、TikTok だの、Instagram だの、ライブ配信だの、Netflix とか、ABEMA TV とか、そういうのも出てきて、もう、テレビ局以外の活躍の場っていうのが、売り上げ全然違うじゃん、みたいな話にもなったりするわけですよ。まあ、ということで、これからの芸能事務所、まあ、ジャニーズ事務所は特にそうなんですけれども、ジャニーさんがいなくなった、で、他の芸能事務所さんも創業者の方々ご高齢になられてきてるので、これからよりグリップが効かなくなるような状況っていうのが続くんじゃないかなと、まあそういうふうに思ってます。だから本当ジャニーズ事務所の終わりの始まりなのかもしれません。